ンソールです。よし、どうです。第1回モーリーニョ決定戦。なぜモーリーニョかと。はい。ですね、まあ、モーリーニョ率いる、ローマ、まあ、イタリアの強豪ローマがですね、このワールドカップ期間中11月にですね、日本にやってきて、J の2クラブと対戦すると。なるほど。はい、11月25日。トヨタスタジアムにて、バーサス名古屋グランパス、そして11月28日、新国立競技場にてバーサス横浜 F マリノス、ローマ来日、モーリーニョ来日のタイミングでモーリーニョにちょっと熱く知識を蓄えようと。なるほど、そういうことだ。そしてですね、ちょっとまあ重大な発表がございましてですね、こちらの、ローマ、バーサス J の2クラブのこちらの2試合ですね、はい、なんと、我々招待されました。どうぞ。ありがとうございます。生モーリーニョ。うわ。見ることができるんです。それ楽しみですよ。マジ楽しみで。はい、で、ここだけじゃないんですよ。さらにですね、今回ですね、ちょっと運営の方からですね、だからプレチャン席を作ってくれたと。プレチャンと、一緒に、見る席みたいなのを、どうやら設けてくれたらしく、はい、まあ、詳細はですね、概要欄にあるんですけれども、まあ、プレミアパブさんとの、提携しまして、はい、ちょっとぜひぜひ皆さん、僕らと一緒に生ローマを、はい、ちょっと見に行きましょうといったところでですね、僕ら、ね、名古屋にも行きますから。あ、そうなんですよ。そう、名古屋行きます。行きますので、はい、ぜひぜひ皆様ね、一緒に見ましょうということで、改めて詳細は概要欄にありますと。とところでですね、モーリーニョ決定戦でございます。まあ裏方のね、ベイさんがですね、はい、モーリーニョクイズを10問はいはい、10問ね、はい、作ってきてくれたということで、はい、まあここで、まあ、やっぱり正解、うん、叩き出して、まあ、心の中にモーリーニョを作って、いざローマと謁見はい、心が大きいっすね押していきたいというふうに思っております。はい、それでは続きましょう。レッツゴー。どうですか、難易度的にどうなんですか。正直僕もわかんないです、これは。あー、なるほど。あなた方のモーリーの知識量が、はい、どんなもんなのか全くわからないので、はい、任せてください。自信は全くないですさあ、行きましょう。久々のクイズ大会も、クイズ大会も久しぶりですね。行きましょう。5位第1問。はい、モーリーニョの出身はどこの国？おおおい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 、おい、バカにすんの、いい加減しろよ、マジで。じゃねえぞ。はいはい、でも一斉でいいですか。いいですね。はい、はい、じゃあせーの、ポルトガル。はい、ポルトガルです。正解でございます。はい、まあここを知らなかったらね、まあ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 、まあ、一旦ね腹切って終わりましょう。腹切って終わりましょう第2問。はい、モーリーニョの相性とは。はい、もうどれにしようかね。どれにしようか、いっぱいあるけどね。いっぱいあるけどね。モーリーニョの相性か。もうもうもう、これでしょ。もうこれじゃない、これでしょうね。はい、はい、かけました。はいはい、では一斉にお願いします。スペシャルワン。スペシャルワンです。正解です。まあスペシャルワンスでもよかったいろいろ言われてましたね。いろいろね、まあ文字られてますけど、まあスペシャルワンですよね。スペシャルワンが、はい、まあそうですね。第3問。はい、モーリーニョがこれまで率いたクラブの数はいくつでしょう、はい、ちょっと待ってくれちょっと待って、ね、知ってるのだけあげてこう。そうだね、とりあえず、うん、ちょっと1個いいですか。1個いいですか。これ B とかは入んない。 B は入らない。あー、 OK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 、 B 入んないね。 B 入んないね。じゃあもうこうなっちゃうかはいはい、できました。じゃあ どうします。じゃあ先どうぞ。あ、いいですか。はい、7。はい、ポルト、チェルシー、インテル、はい、マドリー、はい、ユナイテッド、スパーズ、で、ローマ。7かなっていう。はいはい、伊藤さんは。はい、8です。はい、まあ今言った、7個。うん、多分1個知らねえんじゃない。いや、それあるんだよね。俺もそこなのよそこなのよ。多分1個知らない読み。うん、8。正解は、はい、9でございますせめてここは抜けないでほしいよね。前に2個とかやってほしい。最初に率いたクラブ、はい、ベンフィカでございます。あ、終わった。あー、ベンフィカ。あ、でも待って、これなら、そうそうそう、そういう読みで。そうだよね、プラスワン。続きまして、はい、ウニオンレイリアというクラブを率いております。それは少年団ちゃんとしてくれ。さっき言った通り、ポルト、チェルシー、インテル、はい、マドリー、はい、ユナイテッド、スパーズ、ローマでございます。いや、でもお前結構攻め方あったな。攻め方は合ってたけど、合ってたな。
プラス通貨スペシャルワンであるよ。第4問。はい。モーリーニョは、はい、ホームでの国内リーグ戦において、はい、何試合連続無敗記録を保持しているでしょうか。え、ちょっと待って。え、どういうこと？え、マドリーでやりました。マドリーで40でした。で、ユナイテッドで50でした。だったら90になるのか、それともユナイテッドの連続の50を取るのか、どっち？90になります。あー、なんまたにかけてってことだ。複数クラブをまたぐ可能性もあります。で、チェルシーの時めちゃくちゃ負けてなかったよね。チェルシーの時は負けなかった。マジで負けてなかったよ。で、あの時の数字があれぐらいなんよ。で、それ以前にポルトでやってるかもしれないし。ニアピンでポイントどうすか。まあ、ややこしくなるっすね。まあいいでしょう。近い方がポイントで。なるほど、わかりました。まあ、じゃあこれぐらいしようかな。これぐらいしようかな。ああ。うん、こんぐらいか。こんぐらいかな。ちょっとせーの、90 96。ニアピン賞は伊藤さんです。おー、なるほど。なるほど、あのチェルシー機だけじゃねえんだ。多分そうだ。え、こちらびっくりしますよ。はい、正解は、はい、150試合です。はぁ。じゃあ2002年2月23日ポルト時代ですね。2011年4月2日、はい、レアルまでの約9年間リーグ戦ホーム無敗記録を保持しております。有名なのがね、チェルシー時代の86戦無敗、無敗、うん、ありますけど、俺それプラス10ぐらいかなっていう。俺それプラス、新環境で一回苦しむかなぐらいの150試合。これニアピンっていうか両方のダメじゃないこれ。すごいですね。すごいね。これはなんか発見ですわ。モーリーニョへの尊敬が、尊敬がちょっといないよ、こんな監督も。スペシャルワン、スペシャルワンすぎるわこれ。第5問。はい、こちら、モーリーニョの名言から出題させていただきます。なるほど。我々はトッププレイヤーを持っている、はい、そして傲慢に聞こえたら申し訳ないが、はい、我々はホニャララを手に入れた。さて、このホニャララに入る一言は何でしょう。いいですか、質問。はい、シチュエーション何それ。就任会見の時の一言でございます、はい、あー、なるほど。就任会見の時に、まあ、傲慢かもしれないが、はい、まあまあ、でもちょっとニュアンスわかるよね。こんな感じじゃないかなっていう。どうしようこれ、もう一言一句。まあニュアンスあってても、うん、最悪。ああ、まあ、え、こんなんすか。はいはい、行きました。じゃあ私から言っていいですか。我々はトッププレイヤーを持っている、はい、そして傲慢に聞こえたら申し訳ないが、はい、我々は、世界で最も優秀な監督を手に入れた。なるほど。はい、こういう感じなんじゃないですかね、多分。ああ、そういうことか。はい、じゃあ伊藤さん。そして傲慢に聞こえたら申し訳ないが、我々は怪物っす。いや、でもニュアンスだから。ニュアンスだから。いや、ニュアンスだから。怪物持ってるでしょ。では、はい、もう一度読ませていただきます。はい、我々はトッププレイヤーを持っている。はい、そして傲慢に聞こえたら申し訳ないが、はい、我々は、はい、最高の監督を手に入れた。まあいいんじゃない。こちらよく正解。これいいよね、これいいよね。俺俺その最高の監督イコール怪物じゃダメだろ。怪物は手に負えないかもなるな、フロントが。ちなみにこちらはチェルシー就任後の初の記者会見。あー、多分一番尖り散らかしてるけど。すげーな、無理やね。ちょっと傲慢だわ。今時こういう会見する人もあんまおらんかも。そうね、どうなんだろうね。冷静に言って怪物って意味が分かる。第6問。はい、こちらも名言から指定させていただきます。なるほど。人は自分のやることを楽しんでいるなら髪は抜けないが、〇〇はハゲている。彼はサッカーを楽しんでいない。さあ、この〇〇に入る人物名は誰でしょうか。もう一回お願いします。人は自分のやることを楽しんでいるなら、はい、髪は抜けないが、はい、丸々はハゲている。彼はサッカーを楽しんでいない。もうこれさ、ひどいよ、ちょっと言い方が。でも、もうこれ一択やろっていう。でも、愚直すぎるかもしれんけどな。もう愚直。いや、でも確かに彼と戦ってきて、そう、もうハゲてる人は。これあんまりだけどね、もうあんまりだけどね。はい、かけました。はい、せーの、ペップ、はい、グアルディオラ。正解でございます。やばい。こんな身体的特徴のさ。これマドリー行きとかですか。
こちらは、はい、モーリーニョがチェルシー時代、そしてペップがバイエルミュンヘンの時の2014年の、あーもう2回目のチェルシーだ。あーそうか、そっちの時か。これはもうありがとうございます、ペップがありがとうございます。そうだね、はい、はい、第7問、はい、こちらも名言からの出題でございます。はい、特別な人間にはなりたくない、はい、私は〇〇になりたいだけであって、いつも同じように情熱を持ってモチベーション高くやりたいだけだ。これ多分これスペシャルワンの回答だよね。あーなるほど、特別な人間だからスペシャルワン、スペシャルワンって言われて、いやいやいや、牙落ちてます。これこのモーリーニョ結構老後モーリーニョか。これこれ結構優しくなったモーリーニョですね。結構だからまあ謙遜が入ってんじゃねえのかっていう。あとモーリーニョウィットに飛んでるんでね。ウィットに飛んでるか、やっぱそういうところもね、やっぱり。あこちらも監督就任会見に出る。これ最近だと思うんだけど、そもそもローマとか、そこら辺だと思うんだよな。意外とだからこういうことかもしれんな。あーなるほど。いや意味が分からんそれは。やっぱ自信はないわ。うん、はいはい。じゃあでも自信あります？ない。あ俺もないわ。うん、まあじゃあちょっと軽く出してみますか。はいはい、じゃあ伊藤さんお願いします。はい、最高の監督。俺のね、ちょっとじゃあいきますか、うん、じゃあ僕ですね、期待に応える人間になりたい。なんか特別な人間っていう自分の良さよりも、なんか周りに、なんか、うん、なんかこう注目したっていう、ちょっとこの柔らかさが出た感じになったから。うわー、確かにな、柔らかいな。最高の監督はちょっとまだ傲慢か。ちょっとね、そう、なんか若干わかんないけど、わかんないけど、あとなんか人間でしたから、多分人間で締めそうだなって、特別な人間に。あいやでも自信はない、自信はないわ。自信はないわこれ。では正解発表させていただきます。はい、特別な人間にはなりたくない、はい、私は、はい、ジョゼ・モーリーニョになりたいだけであって、いつも同じように情熱を持ってモチベーション高くやりたいだけだと。こいつ誰だ、ケースケ・ホンダとかと同じ単位だ。ニュアンス的に言ったらまだこっちはね。そういうことだ、そういう意味だよ。うわうわ、これはやべえわ。また新たな一面が見えたね。これは三歩先行ってんだ。三歩先行ってるわ。ちょっとジョゼ・モーリーニョになりたいだけなんだ。まあ監督版ズラタンですから。続きまして第8問、はい、モーリーニョが監督として最も対戦したクラブはどこでしょう。はい、まあでもシンプルにプレミアがやっぱ多いんよね、多分年数的に言えば、まあ、そうだね、多分長いな、ね、チェルシー、まあそうだ、チェルシー、ユナイテッド、スパーズやってるもんな。でも逆にチェルシーにいるときはチェルシーと戦えないし、だからその以外の3クラブでしょ。俺多分 2択なんじゃねえかな。まあだからこうなるんすかね。はいはい、いきます。はい、じゃあせーのでいきますか。せーのいきますか。せーの、はい、アーセナル。バルセロナ。正解はリバプールでございます。あーまあでもそっか。なんでバルサなの。カップ戦とかひたすらやりまくってたやん。やそうやけど年数がチェルシー2回にユナイテッドスパーズだから、もうあの3択やろ。私まあ俺逆に他国の時にあの試合とかでやりまくってる可能性もマックス2回4やで。だってあー1位のリバプールは31戦戦いました、はい、はいはい、そして12勝9分け10敗と。あ、いい、結構いい。第2位がバルセロナで、はい、おぉー、こちら27戦戦いました。おらー、お前何今の俺の方が絶対え、お前バカなんみたいな、完全に上から来てたもんね。いや、こいつバカだと思った。2位がバルサ、3位がマンチェスターユナイテッド、はい、そして4位にアーセナル。あー 俺にポイント入るでしょうね。はい、200ピンないっす。第9問、はい、はい、こちら名言からでございます。はい、私が毎日1時間半前には着いているのに、はい、選手が遅刻するのを受け入れるわけにはいかない、はい、これはシンプルな論理だ、はい、重要なのは練習を10時から始めると伝えたら、はい、〇〇〇〇ということだ。10時に始めるとしたらホニャララ時とか。いやわかんないっすよそれは。そっか、どちらかというとまあ文ですね。ああ文、ああ10時で始めると言ったら丸々ということ、なんとかなんとかということだみたいな。ああ10時に始めると言ったらなん、まあだから遅刻は許せねえぜっていう、まあそうだよね、ことだよね。そうだね、ちなみにこちらは、はい、僕が問題を見たときに、はい、
意味が分かりませんでした。えぇ、なるほどね。何か俺シンパシーを感じたわ今モーリーニョに、はい、俺これ結構自信あるな。あーでも自信はないわ俺あんまり。じゃあ俺からでいいですか。はい、これはシンプルな論理だ、はい、重要なのは練習を10時から始めると伝えたら、はい、もう練習は終わっているということだ。10時っつったらもうその時間終わってる時間だから練習みたいな感じかなみたいな。あーなるほど。文としてもいい感じに意味わかんない。いい感じに意味わかんないけど。あーなるほどね、はい、じゃあ、はい、私いきます、はい、これはシンプルな論理だ、はい、重要なのは、はい、練習を10時から始めると伝えたら、はい、10時に始めるということだ。あ、2回言う。これ意味わかんないな。意味わかんないな。10時と言ったら10時だぞ。確かにね、言ったでしょ、何か面白い時って何でも10時に言ったでしょ。おかんみたいな。2回言ったよ、僕。今までの前振りが意味わかんない感じになっちゃうっていう、うん、っていう。では正解発表させていただきます、はいはい、重要なのは、はい、練習を10時から始めると伝えたら、はい、練習は10時から始めなければならない。おー、さあ正解。おかん理論だ。おかん理論だわ。だから言ったろ俺、なんかそういうことだ。モーリーニョとシンパシーを感じたって感じてるわ今。モーリーニョもでしょ。俺モーリーニョだ。お前当たるの、こっちの方が納得してるから意外と根がシンプルなんじゃない。それで言ってくれてるもんね、シンプルな論理だってね。そうだわ、全然もっとシンプル。これ気持ちいいね。気持ちいい。これは気持ちいいわ。楽しい。第10問、はい、モーリーニョが監督として2122終了時点で獲得した総タイトル数を答えなさい。うわぁ、うわ、総タイトル2122終了時点でしょ。もうこれニアピンでいいですか。まあそうです、ね、まあカップ数もさ、多分 CL リーグとかだけじゃないじゃないですか。そうなんですよ。スーパーカップ、クラブワールドカップとか、想像の2個上の数字だと思うんだよね。わかります、こんぐらい。嘘やん。いやでもこんぐらい、いや俺はこれにかける。俺はモーリーニョという男も分かってきた気がするわ。あ、マジで憑依してる。憑依してる。じゃあせーのでいきますか。いきますか、せーの、はい、50 78。正解は、はい、26でございます。よっしゃ。モーリーニョ。何78って。そんな取れねえから。そんな取れそんなないよ。ねえよ。年に78個って。毎年何個ペース、毎年何個大会が、毎年3、4個ペース。まあでも26個、それもすごいっすよ。26個、お前やっちゃったよ。自己本体だよ。こちら、こんな感じでございます。ドン。はい、はい、まあ、プレミアリーグ3回なの、はい、CL2 回、はい、あとスーペルリーグ2回、はい、うん、まあいろいろありますね。あとはコパデルレインなどなど。見せんでもおしまいしまい。ということで現在10問終わりました。はい、5対5。うーん、どの試合。いや俺10時当ててお前これにやっぴんに1点入ってんの俺おかしいと思う。いやお前あれだよ、150度2ピンもらってるから。ニアピンは大阪1個ずつよ。なるほど、なるほどな。結構五分ですね。五分ですよ。じゃあ最終問題、ちょっと特別にエクストラ決着つけましょう。オッケー、エクストラ問題でございます、はい、モーリーニョがこれまで率いたクラブの中で、はい、勝率が最も高いクラブはポルトですが、はい、あ、ポルトなんだね。そのポルトの勝率を答えなさい。ポルトの時の勝率、スパーズ解任後の2021年4月16日時点でのはいデータで全コンペティション対象とします。はい、めっちゃ勝っても、うん、勝率60とか。いやそんな感じですよ。66とか超高くて70。 70はめったにいかん。めったにいかん。めったにいかん。ただただ想像をスペシャルワンなんで。スペシャルワンなんで。有効数字は、有効数字は小数第2桁まで。第2桁まで。まだまだニアピンだからね。ニアピンだからね、うん、リーグ的にも、うん、いやポルト当時無双してたんちゃうかなって考えると、あ不可能ではないんじゃないか。だから全コン…でも CL も取ってるしな。そうなんですよ。
相当強かったと。いや、俺もそんな気がしますね。 CL 取れるクラブがポルトガルリーグで苦戦するかと。そうだね、うん、それはあるよ、うん、プリミアでは無双したいと思いますよ、このポルトは。はい、はい、OK です。いきます。じゃあ、せーのいきますか。はい、せーの、ババン、はい、79.24%、 82.27%。 正解は72.58% でした。こういうのはまあ普通。いや、すごい、いや、すごいんだけど、だから俺らやりすぎたんだって。想像の範疇ではあるんだよな。想像超えてますから。そうか、なんだ82%。なんかモーリーニョがすごくないみたいになっちゃう。ケツのにもこれは良くないって。モーリーニョ下げみたいになっちゃったんだけど。いや、十分すごいっすよ。いや、72%ですか。そうですね、こちら124戦戦いまして、はい、90勝21分け13敗。いや、まあ、そこそこ負けてんだ。意外と本当に負けてるな。意外と負けてるけど、いや、でもそれでもすげえよ。いや、ちなみにさっきプリメイラだからとおっしゃっていましたが、うん、第2位がレアル・マドリード、はい、こちら177戦で127勝28分け22敗。いや、すげえわ。 71.75%。 うわ、全然変わんねえんだ。マドリーではそんな叩き出してんの。すげえな。何してんだ俺らマジで。自習聞いたことねえ、マジで。マジで無理か、人類じゃさすがに。俺も大概だ。結果的に、私6で、伊藤さん5 5勝利。お前あれですよ、10時当てて、モーリーに下ろしたつもりになって。強気になってた。お前、怪物になってたよ。敗因はそういうことか。そういうことです。俺が怪物だったんだ。そういうことです。いやー、こういうことです。でも分かんねえな、意外と。だから、うん、うん、俺もやっぱジョゼ・モーリーニョだったのかもしんないね。違う。それは違う。てな感じですね、今回ね、モーリーニョをやりました。でも俺ら多分そんなモーリーニョないんだよね、知識が。そうなんだよ。結構知ってる人は名言パパンと答えるんじゃないかなっていう。モーリーニョマニアはね、うん、この動画きっと見てるはず。そうなんですよ。ですから、うん、もしかしたらその人たちからしたら、うん、簡単な問題、簡単な問題かもしれませんね。かも分からんけどね、はい、ということでですね、まあ、改めてですけど、まあ、そんなモーリーニョが、はい、今後来日しまして、うん、まあ、ローマでね、うん、でも率いて来日しますし、うん、我々もですね、一緒に参加見れる、なんかチケットは概要欄にありますので、ぜひぜひ皆様そちらもよろしくお願いします。それでよければチャンネル登録よろしくお願いします。各種 SNS ゲームチャンネルからお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイ。